いろいろと人間をいじめるんですな。自転車の荷台に後ろ向きに乗せてもらうとあれ怖いですな。なんせ前が見えませんからね。ちゃんと走ってんのかどうか分かりませんな。だんだん心細うなりますな。曲がり角で傾き出すとそのまま倒れてしまうん違うかいなと体もカチカチになりますな。そこで酔っ払い運転したやつをいじめるんですな。まず荷台に後ろ向きに乗せるんですな。それも自転車やなしにオートバイ7半言うたのごつやつありましたろ。ブワーとものすごいやかましいえげつないスピードの出るやつでんな。それもできるだけダンプやタンクローリーなんかがもうバン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 飛ばしてる道路を選んでアクセルいっぱい思いっきり吹かして走らすんですな。スピード違反、ジグザグ運転、無理な追い越し、割り込み、急停車、信号無視、むちゃくちゃやりますな。荷台のやつがもう悲鳴あげますわな。けど運転してるやつは知らん顔してしまいには川の中へ走っていきますな。おいこら、どこ行く気や。聞くまでもありませんな。道しるべにはサンズの川と書いてありますな。運転してたんは誰やて。さあ私は知りませんけど死神はんと違いまっか。なんせ忙しい世の中やさかいね。あちらはんもオートバイで走り回ってはるそうでんな。